信頼できるってところですね。昔 FP をレックでお世話になったんで、次もあの行政書士もレックでやりたいなと思いました。横溝先生がいたからです。ウェブで検索して行政書士で調べてどの先生にしようかなと思ったら、横溝先生の動画が出てきて、それを見てすごい受けてみたいなと思って、でレックを選びました。私もウェブで検索をして実績があるっていうのと、信頼できる先生がいらっしゃるっていうのが決め手でした。横溝先生の熱意ある講義良かったです。とても分かりやすい説明で、初心者だったんですけれど、とてもすんなり入ってきました。お話がすごく面白くて、例え話で来るので、すごい話が落ちてずっと思い出せるっていうところが良かったと思います。よく繰り返すっていうじゃないですか、何でも。でも先生が繰り返してくれるんですよ、講義中に何度も何度も。なので自動的に知識が定着する講義で、講義もすごく面白かったです。はい、横溝先生の講義は難しいなって思っていたところが、あ、なるほどっていう風に理解を深めてくれる授業で、すごい楽しくて、次から次へと受けたいなって思う授業でした。やっぱり授業がすごく分かりやすいので、一度聞いただけでかなり分かった気にはなってしまうんですよね。実際問題解いてみるとちょっと分からない部分があったりとかしても、もう一度講義をウェブで見直したりとかすると、またより理解が進んだりとかして、それがすごく分かりやすくて良かったですね。私、渋谷駅前本校支店長植木がインタビューさせていただきたいと思います。合格の秘訣なんかを聞いていきたいなと思っております。横溝先生を神と信望し、言われたことを全部やることです。私も横溝先生を信じて、やれと言われることを全部やって、1回で合格しました。ありがとうございました。横溝先生がやりなさいっておっしゃったことは全てきちんとやりました。植木さんが受けなさいって言った講座は全て受けました。ありがとうございました。具体的にどういうような講座が良かったとかって何かありますか？道場がすごくやっぱり良くて、最後の最後は道場に全部大事なことを書いたりして、最後にそれだけを見るみたいな風に集約していたのが良かったです。道場ももちろんすごく良かったんですけれども、もう最初からやっぱり合格講座もすごくて、もう家でもウェブで先生の授業を拝見してて、今大学生の息子が法学系の科目を全部落としてるんですけど、先生のウェブを私が今で見てたらゲラゲラ笑ってて、こんなに面白い先生に習えていいなっていう風に言ってました。すごく面白い授業っていうのを一回人生で受けてみたいなと思ってて、横溝先生を検索してたどり着いたので、本当に素晴らしい先生に出会えてすごく良かったと思ってます。ありがとうございました。過去問徹底解析講座の行政法がすごく分かりやすくて、合格講座で学んだ行政法の理解がすごく、徹底解析過去問を受けると深まるんですね。ですごくよく分かるようになってよかったです。それとアップ道場の5冊のレジュメ、最後はあれをやって合格できますよって先生がおっしゃってたので、それを信じて頑張りました。あれ良かったです。どうもありがとうございます。私も全然法律は初学者で、全くわからないところから始めたんですけど、最初は全然わからないけど、とにかく丁寧に勉強するようにしました。最初はもう時間がかかって、こんなんでもう全然間に合わないんじゃないかなって不安にもなったんですけども、丁寧に丁寧にやったことが結局知識につながったと思います。皆様も頑張ってください。法学初心者でアラフィフですが、先生の言うことをきちんとやっていれば確実に1年で合格できます。皆さん頑張ってください。合格講座を一生懸命にやれば必ず合格できます。辛くても頑張ろう。これから2019年度試験受ける方はぜひこの皆さんに続いて、また 私のところでぜひ勉強していただければなというふうに思ってます。必ず合格に結びつけますので、一緒に頑張っていきましょう。行政書士の講師の加藤です。よろしくお願いします。今回はですね、5月から始めて5ヶ月で短期合格ね、しかも法律の試験は初めての方がねいらっしゃいますので、ぜひねちょっとインタビューしてみたいと思います。よろしくお願いします。じゃあまずこのレックを選んだこう理由とかありますかね。10年ほど前に中小企業診断士の、勉強をレックさんでやらせてもらってたことがあったので、まあちょっと身近な存在と思って、もうレックさんに決め打ちで。なるほど、はい、その時に加藤先生いうのが、横浜をこう加藤先生というユニークな先生がいらっしゃるというようなものがもう貼ってあります。この私の加藤の講義を通じて、何かこうためになった点とか、後半の方にこう推すべきものは何かありますかね。まず良かったのはやっぱり重点的に授業を進めてもらったことだと思います。教科書の上から下までのべーっとこう行くんじゃなくて、加藤先生のレジュメで重点と思われるところをあっち行ってこっち行って、あっち行ってこっち行ってついていくのが大変なんですけれども、重点的なところは何回も何回もやってもらったので、短期でやった私にはちょうど向いてたんだと思います。それとあと加藤先生
先生が自信満々だったんですよ。私がゴールデンウィーク明けから来ても全然大丈夫、まだまだ大丈夫、絶対大丈夫っていう話と、私の言うことさえやっていれば大丈夫と言われたので、まあ本当かどうかは知りませんでしたけど、真に受けてやって合格させていただいたんで、まあ本当だったんだなと本当に感謝してます。じゃあ最後に後輩のことに、ね、メッセージがあればぜひお願いします。まあ私は落ちるということを自分に許さないというその心で頑張ってきました。何々だからダメだったなっていうふうには最終的に絶対言わないということで必死でやってきました。まあそこも大きかったと思いますし、私みたいなものでも合格できる方法があるということだと思います。頑張れば受かると思いますので頑張ってください。一番最初にガイダンスで加藤先生にお会いしまして、そのパワーに圧倒されまして、それでレックに決めました。はい、地元が横浜なもんで一番近いところで横浜ということで、レック以外ちょっと頭に浮かばなかったというところでレックを選びました。レック含めて3社ぐらい見に行ったんですけど、私もガイダンスが加藤先生で、先生は大事なところガイダンスでもですね 3,4 回言ってくださるんで、私みたいな法律に縁のない人生歩んできたものは聞き逃してもこれなら頭に入るかなと思って選ばせていただきました。いやもう法律素人だったんですけど、まあ、それでもゼロから教えていただきまして、しかもそれがもう日常でもういつでも役立つところがもう加藤先生のやっぱ素晴らしいところだなって思いましたね。なんといってもまず先生が最初に教えて特に強調されてた文章理解ですね。そこのところで本当に先生が言われる事務処理能力っていうのをその文章理解から学べたっていうことがですね、もう本当人生の宝と言ってもいいくらい本当に貴重な教訓を得ました。今後本当にそういうつもりでですね、事務処理能力ということを自分に言い聞かせながらですねやっていきたいというふうに思っております。先生のパワーとあと繰り返しですね、特にやっぱ私平日働いてるんで週末授業を受けるときかなり疲れた状態で入るんですけども、やっぱ先生のパワーをぶつけられただけでもシャキッとしてまして、そんな中でやっぱ聞き逃しそうなとこも大事なとこは 3,4 回言ってくださったんで、ぼんやりした頭でも頭に入ってですね、まあなんとかこの場に立つことができました。ぜひ加藤先生のその文章理解読解のテクニックをぜひ1回聞きに来てみてください。もう絶対聞いた方がいいです。絶対聞いた方がいいです。はい。行政書士っていうのは一国一城の主になれるっていうところがあると思うんですよ。そういう意味でもですね、やっぱり本当に人生は一度きりなので、ぜひ皆さんもチャレンジしていただいてですね、この感激を味わっていただきたいなというふうに思います。レックを選び、そして加藤先生の授業を選んでいただいたら合格への道が開けてくると思います。先生の授業だけひたすらついていけば変に他の参考書とか手を出す必要は全くないと思います。実際もう短期合格校からいらっしゃいますので、皆さんもぜひね勉強法を学んでね一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。失礼します。当初通信系の教育の実は申し込みしてたんですが、テキストを開いた途端やってもやっても足りないんです。自分では頑張っても足りなくって、これどうしたものかと、いろいろこうネットを調べると、まあ、レックさん、まあ、その他大手のいろいろありまして、まあ、その中でも壺に入る先生がいたわけですよ。でも、もう先生がいいだろうと、もう迷わなかったんですね。そこから一直線レックさんで、僕は淡々と物を言う言い方が大好きなんですよ。壺をどんどん押してくるんですけども、たまに横道にそれるんですよ。ただその横道にそれた内容っていうのが実はいつも自分が疑問に思っている内容を、これが噛み砕いてその横道にそれたところから分かるっていうことが結構あったんで、まあ淡々と物を言う割にはまあそこの横道が僕大好きだったっていう、あとはもう実績のある先生だったのでテキスト来る順もどんどん解いて、もうそれしか仕事もしてたのでなかなか消化できなかったんで、それを信じてやったら結果が出たっていうのが状態です。何度かチャンスはあると思うんですけども、それをやり続けるっていうのは非常に難しいことだと思います。そのやり続ければ結果は必ず出ると思うんで、一度や二度の失敗で諦めるともったいないと思うんで、ぜひ結果が出るまで頑張ってください。いやー、私はもう何も教えることなくこの方は受かる方でしたけれども、はい、これからはね、一緒に行政書士で頑張りましょう。お願いいたします。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。いただきました、愛賀です。よろしくお願いします。合格おめでとうございます。まずはレックを選んだ理由を教えてください。
近所だったってことと、あとは評判を見て来ました。私たちのクラスは平日の夜クラスだったんですけどね、お仕事帰りにいつも来てくれてましたもんね。はい、うん、頑張ってくれてました。はい、働きながらっていうところで時間と、また復習がてらと自分のモチベーションを維持するためにちょうど180点ターゲットコースっていうことで、あのコンパクトになってたコースだったので、愛賀先生のキャラクターとあとフレンドリーにあの話も聞いてくださったり、あと自分がちょっと心折れそうになった時にうまくこう背中を押してくれたっていう。法律の分野も幅広いですしボリュームもあるんですけど、最後まで諦めずに自分のやりたいことだったり、その資格を取った後のことも考えて、そのビジョンに向かって頑張ってほしいと思います。そこのあなた待ってますよ、挑戦。皆さんのこれからの今後のですね、ますますの発展と活躍を祈りまして一本締めしたいと思います。よー、おめでとうございました。